こんにちは。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今回の動画はですね、ミスターアイムさんへの個別返信動画になってますので、まあ、多くの方にはね、ご関心ないかもしれません。で、ミスターアイムさんに動画の返信なんですけども、これタイトルをね、ちょっと工夫してもいいんじゃないかなと思いますね。ガチトレ6週間後ガチンコ身体測定。確かにこのタイトルは、もうすでにね、ご覧いただいている方には違和感なく受け取っていただけるでしょうけども、まだね、ミスター M さんのことをご存じない方が、このタイトルとサムネイルでクリックして、新しいね、ファンの方になるかどうかっていうと、かなり厳しいんで、このままでは、このままね、現状維持になってしまうかなと思います。さあ、それではね、どういうふうにすればいいのかっていうと、今、一番結果が出ているところを、ドカーンと打ち出していくわけなんですよね。例えば、4週間で、100キロ以上の体重が何キロ落ちましたとかね、それから食事制限なしで何キロ落ちました、ウエストが何センチ細くなりましたとかね、そういう形ですよね。で、私がね、2016年にやった、そのなんですかね、ダイエットプログラムの動画のタイトルなんですけども、40代後半で始めるダイエット、ね、50日で10キロ痩せるというね、そういうふうな運動でした。で、1日5分なんですよ。1日5分の運動です。これだけなんですよ。これをいろいろ組み合わせてタイトルにしていったってことなんですよね。すごくないですか？40代後半でもうね、体動かないよって人が1日5分の運動で、食事制限なしで50日かかるんですけどもね。でも10キロ痩せたという。これも実績も出てるんですよ。一人の人にタロアイしてもらって、その一人を毎日レポートを動画でやってもらって、本当にそうなったみたいなね。ものすごいね、ウエストもぐっと細くなりました。測定前のやつと後のやつとすごい差ができたんですよ。そういう形でね、タイトルとしてはスタローンになろうみたいなやつだったんですけども、毎回スタローンになろうでは全然ね、分かってもらえないなと思ったんで、そこら辺強調してですね、30日で6キロ痩せましたみたいな途中経過をやったりとかね、40代後半がってところがいいですよね。だからミスター M さんの場合は100キロ以上の体重でも続くダイエットとかね、そういうのをちょっと考えてみるといいかもなと思います。ここでパッと私も出ないんですけども、それはね、いろんなキーワードを紙にバーッと書いていって、その中でこれとこれ使えるかなみたいなので作っていくんですよ。だから結構地道です。タイトルを作る作業とかサムネイルを作る作業とかね、そんな形でやってみてはいかがかなと思います。でもどうですかね、50日で10キロ痩せるって言ったら結構ね、現実的じゃないですか。50日で10キロですよ。で、50日っていうと1ヶ月ちょっとなんで、6週間と言えなくもないですね。6週間で10キロ、40代後半の男性がいきなり運動をね、20年ぶりにやって痩せるって言ったら、これ結構みんな希望を持つんじゃないかなと思います。受けなかったんですけど、その時はね、結構ね、残念ながら結果的には受けなかったんですけど、やり方はそんな間違えてなかったと思うんですよ。それからね、どんな方法でやったかというと、すごく簡単なんですよ。地べたに大の字になって寝て、で立つっていうのをね、1分間それを繰り返すだけなんですよ。それだけです。だから5分っていうかね、1分なんですよね。毎日1分、これをね、50日続けるだけなんですよ。だから走りもしないし筋トレもしないんですよ。ベターっとね、床に張り付いて大の字になって、それを立ち上がるっていうのを繰り返すだけです。1分間ね。それを奥さんにずっと動画で撮影してもらって、私のところに毎日証拠として、送ってもらったんですよね。それを50日続けると10キロ痩せたということでございます。繰り返しになりますからね、ちょっと参考にしていただければと思います。そういう形で今回ね、タイトルを新規さん向けに作っていきましょうっていう風な、そんな動画返信でございました。